さあそれじゃあですね方言ニュース行ってみましょうか今日の担当は上地和夫さんですはいこんにちは <laughs> はいこんにちははいお願いします <laughs> はい最後ですよどう感じようかなっていう植地見さえみさて昼夜2月の二十六日旧歴内南のクイメー昼夜1月の十七日に、ね、あたと,といびん中流休信法の記事から内南のニュース内邸サビラ中のニュースを 宮城農法さん日本芸術院会員に選ばれる日本芸術院は22日芸術活動で顕著な功績があったとして新会員に選出した12人を発表し県内からは組織ち方「組縫い立方人間国宝」の宮城農法さん 日本芸術院や国田の22日自衛門会伊達縁築地ウティガランアギタン地新会員三国会員都市いらだる12人ひ広島草地内から組い立ち方人間国宝80を並みせる宮城の紳士が選ばれやびたん。 うちのアンチの日本芸術委員会委員会ないし、選ばれいせはじめてやいびん。あ、う、の、ん、来月、たちのさんが、ちいたちに。文部科学大臣が、うしらしたびん、発令さ、します。のうほうさんは。舞踊分野で、選ばれたもので。推薦した理由について。日本芸術院は。古典だけでなく。廃絶曲の、復曲や。 新作の創作への積極的な取り組み多くの専門家の育成などを挙げ長年の芸能活動全般を評価しました農法紳士が選ばれたせの武用分野おどいさに選ばれやびたん推薦した理由おのといなしの脇について日本芸術院や古典美系のあらん

認められたという大きな意味を持つ先立ちへの感謝の気持ちでいっぱいと思いを語りました。日本の伝統人の中で国類が脳文楽と犬くれに認めらったんでいることをだんだんのことやびん先立ちへの 信州市邪肩界お尻がうりの新地やいびんにのにぬ思い方といびん農法信州の本名本当の農家徳村正吉1938年昭和13年に名の佐々木村生の南城市のマリヤいびん初代宮城農造に支持し 宮城本流大鳥の会家元また県立芸術大名誉教授を務めています2009年には重要無形文化財琉球舞踊保持者にも認定されました初代幸の宮城農道新士から渦井奈良みそ地生宮城本流大鳥の会家元安心から 県立芸術大学名誉教授2009年ね重要無形文化財琉球舞踊保持者に見てみらアビタたの農法さんが日本芸術委員会員に選ばれたことについて組合関係者からは喜びの声とともに先生が築いたものをさらに高めたいとの意見が聞かれました。 のが日本芸術委員会委員会に選ばれたときについて、コミュニティ関係者からは、コミュニティに関わってとるおーチ喜びのクイーン,ちかりノーシンシーチカリー。日本の国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 が国の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 の国のクのーン国の国のびた国の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 国 ええー、じ二十三日の琉球新報の記事から落て、うちで、さびたまた、水曜日にデビ、ニューステレビだ、二部デビル。はい、どうも、ありがとうございました。えー、今日の担当は、上地和夫さんでした。